京都の今日一泊目は今 BNA オルターミュージアムに来てます。これからちょっとルームツアーしていこうと思います。じゃあ早速中入ります。うわ、真っ白だ。部屋がすごいシンプル。なんか角が丸くなってて可愛いな。そしてこの部屋はじゃん、マイルーム、三島明義さんの部屋ですね。可愛いこの部屋。これがボタンを押したら回るみたいなんで、後で回してみようと思います。ライトこれどうなってんだ。なんか空気清浄機もすごいスタイリッシュだ。バスローブにもこのホテルのマークが入ってる。このホテルのマークめっちゃシンプルで可愛い。で、タブレット、あれ？あ、ついた。タブレットにはネットフリックスと、まああれか、 YouTube とかいろんなものが入ってるんだね。ベッドはまあこれからちょっと京都を散歩して夜ご飯食べに行って帰ってきて、まあ、お風呂入ってからこの気持ちよさそうなベッドに飛び込もうかな。とりあえずこれからお風呂みたいな。お風呂チェック、オープン。お、まずはトイレがある。おしゃれ。トイレのボタンまでスタイリッシュなんだけど、初めて見たかもしれない、このシルバーの横長タイプ。だいたいこういう長方形みたいな形なのに、かっこいいな。なんか海外みたいだね、洗面所が。めちゃくちゃおしゃれだ。今日の俺の服と一緒で真っ黒。この風呂とトイレが別になってんのが本当にいいよね。このクオリティで一体いくらだったのか、動画の最後で発表しようと思います。そしてお風呂がこんな感じです。だいぶ広めかな。手で持つシャワーと固定シャワーもついてる。いいね。なんか色もシンプルでかっこいいわ。結構広いよ。扉はガラスだね。伝わるかな？広いわ。アメニティもいっぱいあるし、しっかり揃ってるもんね。わ、歯ブラシがかっこいい。木の歯ブラシなのかな、これ。いいね。あ、ちゃんとスキンケアも一つずつ用意されてる。伊右衛門だ、お茶。伊右衛門って京都なんかな。京都って書いてある。抹茶入りだって。コーヒー、砂糖。冷蔵庫は？あ、ここにも書いてある。お、お水だ。キンキンに冷えてる。これはタッチで開けてる。ゴミ箱。わ、電気ケトルが先っぽがすげえ細くておしゃれなんだけど、どこのやつなんだろうこれ。 その青いボタンを押したら、押していいの？うん。あ、
音が鳴った。うわすごい、なんかすごい、これ京都の街並みになってる。京都の街並みになってるって言ってたね。めっちゃチカチカしてるね。うん、すごい。今からおでんと、なんだっけ、焼き鳥、焼き鳥の美味しそうなご飯屋さんを見つけたんで食べに行きたいと思います。楽しみだね。うん、これ西洋のわさびって言ってまして、あの生のわさびよりもあのツンとしてなくて風味がめちゃめちゃいいみたいな感じなんです。美味しそう。わさびとかあのドレッシング、あの足りなかったらまたするんで言ってくださいね。はい、ありがとうございます。乾杯。いい感じです。はい、どうぞ。うまい、おいしい、うまいわ。めっちゃレモン、めっちゃレモン。これ山わさびの味が、うん、黒辛のおー、いい感じじゃない。うん、食べよう。はい、椎茸、すっきゅうもそうじゃない。うん、うまそう。食べてみて今。うん、それ食べちゃうよ。すいません、お待ちしてしまって。うまい、うまい、めちゃくちゃうまい。赤地鶏のもも肉きた、すごいね、炭の匂い。うん、肉厚やね。え、美味しそう。山椒つけたらいいんでしょ。どっちがいい。普通もいいよ。ここ食べてみていいじゃん。うん、油がすごい、ね、いただきます。一口でいこう。うん、うまっ。めっちゃくちゃやばい。当たり、これ。うまっ。もう一個頼む。食べるか。食べてみ。めちゃくちゃ脂がすごい、ジューシー。味もしっかりしてるしさ。うん、美味しいね。美味しい。甘鯛とエビ芋の唐揚げです。おでんだし、おでんだし。めちゃくちゃ美味しそうだよ。湯気がカメラに映ってくる。めっちゃサクサクね。食べてみようか。うん、いただきます。すっげー。いただきます。そうだよね。うん、これがタイだよ。うん、いただきます。うん、うまっ。ほろほろだ。めっちゃふわパリパリ。ね、身ホロホロじゃない。うん、あ、エビ芋だっけ。うん、俺エビ芋って食ったことないな。ね、私も人生初。あ、うまい。うまい。うん、あんたうまいけど。うん、熱いじゃん。熱い。おいしい。おでんが到着しました。いい匂い。ね、店長がサービスで
あ、ここでくれた、うん、ありがとうございます。はい、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいな。ここのおでんだしがさ、美味しかったじゃん。美味しかった。だからもう一つ頼んじゃったね。うん、それがおふ。これはおふ、うん、すごっ。おふ好きなんだよね。ここからいきます。いただきます。うまっ。もっちもち。生ふ美味しいよね。めちゃくちゃうまい。もちも大好き。ああ、これはうまいね。あったまるし。うん、ちょっとつくね食べていい？うん。もうつくねが気になって気になって眠れないよ。うん、うまい。うまい。柔らかい。なんか基本ここ全部本当に食感いいね。うん、全部美味しい。美味しい。外れなし。ね、これからしつけたいな。今夜ご飯食べ終わってホテルに戻ってきました。めちゃくちゃうまくなかった。美味しかった。ねえ。想像以上です。ねえ。なんか一つ一つがさ、すべて美味しかったよね。美味しかったね。うん。なんか京都っぽさもあるし、うんうん、なんか店員さんとか接客もめちゃくちゃ良かった。良かったね。なんかちょっと予約してて、ほんと数分で、うん、あの到着してから待っただけなのに、その待たせてすみませんでしたって言ってね、うん、サービスもたくさんしてもらえたし、接客態度もすごい良かったよね。良かった。待ってる間とかにすれ違う店員さん全員にすみませんみたいな、待たせてすみませんみたいな言われて、こっちが逆になんか申し訳なくなった。ね。またなんか系列がいっぱいあるからね。そうだね。次京都来た時は行ってみたいな、他のところも。行ってみたいね。いや、全メニュー食べたかったもんね。食べたかったね。お腹が許されるのなら、うん、全部食べたかったもんね、うん、すごい賑わってたしね、店内も。うん、賑わってた。もうひっきりなしに新しい人入ってきてたもんね。そうだね。今日1日目、どうだった？寒い寒いが感想？でもやっぱ京都ってさ、道が全部まっすぐだったりするじゃん、うん、それもあってプラスでその京都のなんていうの、景観があるからさ、うん、歩いてるだけでも割と楽しかったよね。楽しかったね。あとどの店行ってもめっちゃ店員さん優しかった。まあ優しいね。うん、すごいなんか気遣ってもらうっていうか、うんうんうん、おもてなしだった。おもてなし、うん、やっぱこれ来てた。来てた。よかったね。で、今回このホテル選んだのはね、なんか普段だったらその都道府県にちなんなんかコンセプトに沿ったようなホテルとなるじゃん。そうだね。京都だったら多分今までだったら絶対旅館だったよね。うん、旅館だけどちょっと冒険してみようっていうのと、うん、なんかちょっとコスパ旅じゃないけどさ、うん、お得そうなのと、あとお任せコースだったんだよね、部屋が。そうだね。なんかこのホテル自体そのアートホテルでいろんな人のねアートが部屋になってて、それの部屋をランダムで決めてもらうお任せコースで今回は選んだんだね。そう、それぞれ部屋のデザインが違ってて、どの部屋になるかもわからないし、広さもまあ曖昧って言ったら曖昧で。ね。お風呂大きかったね。大きかった。ここが何平米の部屋になったのか結局わかんないけど、うん、なんかビジネスホテルより安くて広さ的には全然広い。そうなんだよね。うん、だってこれさ。多分見てる人とかだったらお風呂の感じとか、まず風呂ってホテルって大体さ、うん、あのなんていうの、お風呂とトイレが一緒になってるパターンとか多いじゃん、うんうん、別々 でなおかつ部屋広くてこういうアートが飾られてて、2人でだよ、6,000円、うん、すごくない？ビジホより安いんじゃない？安い。ここもなんかそのホテル丁寧だったね、うん、これは評判がいい理由がわかるもんね。そうだね。基本的に京都ってさ外国人の方多かったじゃん。うん、多かった。でもなんか多いからこそ親切な方も多いのかなって。
あ確かに。で今日は結構河原町と、まあ、河原町祇園市場あたりを結構散策したから、うん、明日は初の嵐山に行ってみたいね。そうだね、嵐山なんか結構この辺もフォトスポット多いんだけど、嵐山は嵐山で自然なフォトスポット多いから、うんうん、そういうところとかも行きたいよね。そうだね、今日結構カフェ巡りしたから、明日は食べ歩きしたいなって、うんうん、美味しいもんいっぱい食おう。で明日は夜ご飯も楽しみだもんね。そうだね、もう夜ご飯も決まってるから、ほんとプラーっと行って美味しいもの食べてって感じ。じゃあそろそろもうお腹いっぱいだし、一日満足したからお風呂入ってネットフリックス見ながら寝るか。うん、ほんとはここのバーとか、うん、朝も食べてみたかった。そうだね、バー行く？もうありかなと思って。確かに。じゃあちょっとお風呂入ってすっきりしたらバー行ってみるか、うん、まだ時間あるもんね。うん、よし、じゃあちょっとこの後また少しだけバーに行くと思います。